重症化によって起こる様々な病気。発症してしばらくは咳や発熱だけだったものが、ウイルスが増えて重症化すると肺炎などの病気を起こしたり、免疫機能が暴走して体内の深刻なダメージをもたらしたりします。肺炎、ウイルスが肺で増えて炎症を引き起こす。呼吸困難になることも。免疫機能の暴走、病原体を攻撃するはずの免疫細胞が新型コロナウイルスの活動により混乱し、病原体ではなく体内の細胞を攻撃してしまう。サイトカインストーム、免疫細胞が出すサイトカインという体内に命令を伝える物質が暴走すること。体内の過剰反応を引き起こし、さまざまな臓器がダメージを受け、血栓、血管の中にできる血の塊ができてしまう。血栓症、ウイルスの感染により血管が傷つけられて血栓ができ、血管を塞いで血流が悪くなる。血栓ができることで命に関わる脳梗塞、脳への血流が妨げられて起こる病気や心筋梗塞、心臓への血流が妨げられて起こる病気、肺塞栓、血栓が肺の血管を塞いでしまう病気になるなど、体内のいろいろなところで重大な問題が起きる。結膜炎、目の病気。新型コロナウイルスが目の結膜、目の表面を覆う半透明の膜から入って感染するとかかる。目が痛み、まぶたが腫れたり、涙が出やすくなったりする。子供が特別にかかりやすいということはないが、子供がかかると川崎病という病気に似た症状になる例が出ている。体にブツブツができたり、高い熱が出て首や手足が腫れたりする。人工呼吸器を使っても生命の維持が難しいほど病状が悪い場合、肺への負担を軽くしながら体内へ酸素を送れる体外式膜型人工肺、ECMO の使用が検討される。後遺症、感染症が治っても様々な体の不調が続いてしまう。体の中でウイルスが増えてしまうと症状は悪くなります。気になる症状が現れたら放っておかず、病院へ電話で相談してください。健康な人でも栄養バランスの良い食事が取れていなかったり、睡眠時間が少なかったり、運動不足だったりすると免疫機能は弱くなってしまいます。また、肥満傾向のある人、喫煙者なども免疫機能が低下する可能性が高いことが分かっています。感染しないように気をつけると同時に、重症化する前に免疫機能がしっかり対応できるよう、免疫機能を弱らせない方法を学んでおきましょう。17、免疫細胞を元気にしようを参考にしてください。